どうも、阿部達です。今回、コンビニで新しいキノコの山を買ってきたんで、ちょっと紹介したいと思います。ででん。はい、明治チョコスナックキノコの山、いちご練乳仕立て。はい、というわけで、こちら、買ってきました。やっぱね、キノコの山、タケノコの里、二つありますけども、こちらのね、二つ、どんだけ新しい商品を出すんだと、いうね、ことなんですよ。でもね、僕的には結果普通のあのキノコの山とかタケノコの里が結局はいいんじゃないかな、最終的にそこに行き着くんじゃないかなっていつも思いながらこれをこういうの買ってくるんですけど、まあ、今回こちらのいちごの練乳仕立てどんな味がするのか早速揚げて食べてみたいと思います。はい、あ、ほい、おい、お、お、おお、甘酸っぱい匂いが、はい、1個取り出しました。はい、こんな感じ。上にいちごで、真ん中多分練乳仕立てのなんかミルクチョコレートみたいなやつでしょ。で、こいつが、まあココアコーンみたいな、ココアクッキーみたいな感じでしょうね。はい、じゃあいただきます。うん、うまい。なんかね、今までと違って練乳仕立てのこの味は結構なんかおしゃれな味がする。なんか大体キノコの山とか、あ、お菓子お菓子って感じがするじゃない、なんかちっちゃい子供に大人気みたいな感じがするんですけど、これはなんか大人の人が好きそうな、こうすごいなんか上品な綺麗な味になってる。これなんかまとまってる感じがする、すごく、うん、どれもなんか主張が激しいわけでもなく、でやっぱね、ココアクラッカーっていうらしいんですけど、このココアクラッカーのココア感がね、すごくなんか上品さを出してるみたいな。でもね、あとはちょっと悪い言い方するとやっぱね、アポロにちょっと近いんだよね、やっぱり。うん、やっぱチョコ、普通のチョコとイチゴだから。ただでもね、これはすごい上品な味がする。うん、はい、というわけでこちらのキノコの山イチゴの練乳仕立て10点満点10ポイントは9点。やっぱね、先ほども言った通りすごい上品な味で、今までのキノコの山とかにはなかったような上品さを持っていたので、まあ、僕は9点で、やっぱイチゴ、イチゴっていうね、この食材やっぱりうまい。イチゴはやっぱ何のお菓子でもイチゴってうまいよね、まあ、そう考えるとやっぱイチゴ強いなと思います。酸味と甘み、これがね、やっぱ絶妙でした。まあもしかしたら、まあ、僕個人の意見なんで、まあ、他の人とか食ったら、あ、みたいな、何これみたいな、なるかもしれないですけど、まあ、大体うまいっていう人が多いと思います、これは。ぜひね、買ってみてください。というわけで以上、キノコの山、いちごの練乳仕立てでした。バイバイ。これがね、ここがすごい。ここのね、キュッと止血してるからすごい。